うん、ビップデイジーです。ああ、誰でしょうね、それ、はい、一番人気。全然俺がイメージしてる一強の馬とは違った。3倍で入りそうだったよね、一頭だけね。いやいや、全然全然。ほら見て、11番人気の20倍とか書いてある。11番人気大丈夫、一強とは程遠い。Z 診断でもですね、A 強化と高く評価していたアナモなんですが、前走の1勝クラスですね、内回りの展開、外回り厳しい競馬だったにもかかわらず、加速ラップを記録して圧勝と、能力の底が知れないなと思いましたね。プデイはですね、強烈に決め手が武器の馬なので、曲線の長い強度、外回りコースとは好相性かなと思っております。さらにですね、2歳の上級条件らしく、先行馬が揃いましたので、多種馬の VIP デイジー展開が向きそうかなと。前々走の新馬戦こそね、この時展開向いたんですが、しっかりですねハイペースの経験ができているというのもですね、他の馬と比べるとかなりアドバンテージになってくるかなと。2歳戦においてはこの経験っていうところが大事になってきますね。そして枠順ですね、1番の最内枠、あんまりね印象はないというふうに言われそうなんですが、ビップデイジーの追走力考えればですね、 1600m ならどの枠からでもですね、後方から外を回る競馬になる可能性は高いかなと思いますので、今の外遊の馬場で最内枠というだけで人気がね落ちるくらいなら、むしろありがたいかなと思っております。今日の 1600m はですね、ビップデイジーのような本質的にマイルが短いと中距離タイプの馬が走りやすいコースでもあるので、今回は非常にオッズを考えてもね、なるほど、いいんじゃないかなと思いまして、自信の方で、させていただきます。あ、そう、そして